ます。こんにちは。スタイルサーシャネル、アンナと、ハナと、アキと、カズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。どうやって使ってる？2人はちょっと田舎に帰るから乗るですけど、今ヤンゴンにいるときは乗ないです。田舎で田中を乗るさ、はい、目的、どうして田中を乗るんですか？暑いから肌きれいになるように、私は、はい、ちょっと田舎は暑いからね、ちょっと肌黒いになるから。もうね、日焼け止めっていうね、その目的だけじゃなくって、トラディショナルメディスン。あ、はい、トラディショナルメディスン。あ、はい、ありますよ、お薬の中も。それどんな効果あるかわかる？まあ、私もあまりわかりません。田中に今言ったトラディショナル薬やちょっとメディスン。私は体痒い時とか、はい、ちょっと蚊刺さる時とか、はい、田中をその班で乗りました。けどうちってなってる。これを下げたりするお薬として、漢方薬として、ね、国内だけじゃなくて海外にもっていう方がね、話が出てきた。ミャンマー田中生産委員会っていうのが存在するらしくて、そこがね、海外も視野に入れて、あの漢方薬を作りますと、ね、心臓の病気だったりとか、ちょっと血糖値だったりとか。すごいね。田中を飲めば、じゃあ血糖値が下がるかもしれないと。まあ、お薬としてというよりも、なんか毎日飲み続けることによってみたいなイメージがあるんですけど、ミャンマーの田中が世界に広がるかもしれないっていうニュースです。すごいね。前はね、タイにもね、ミャンマーの田中ありますね。もうあった？はい。はい、あった。GNG とか、セブンイレブンとかありました。田中の何の製品が売ってるの？田中の化粧？化粧品？お土産でさ、田中の石鹸とか人気だよね。はい、はい、田中の料理、私大好き。田中の料理？匂いで。匂い。匂い。はい。花、今も食べますよ。食べるの？うん、私も食べる。今まで田中塗るから一杯やって、ちょっと顔で塗って、もうちょっとだけあるから食べちゃう。美味しい？美味しいです。美味しいか。え、どんな味するの？はい、ちょっと苦いですけど。ヤマジン、私はね、子供の頃の時もね、田中塗る時口にあげるの余ったら、じゃあ小さい頃から食べてるんだね、みんなは。はい。体の中からということで、大体は田中はね、アニャの方がもっといいと言いましたね、田中は。赤の近くの場所？赤の違う。そう、マンダレーの近く。はい、はい、生産地によって違うんだね。田中漢方薬製造工場は、モンユアね、モンユア。そう、そこにね、今回の工場があるらしくて。僕も昔田中つけてたからね。そうですか。うん。毎日塗ってもらってたんだよ。毎日？そう、毎日。そう、田舎のお母さんがね、外は暑いから。お父さんの田舎は、人たちはね、全部真っ黒。みんな日焼けしてる。お父さんも黒いし、黒いし、ちょっと何、娘さん2人もちょっと何、白いだから。本当にあなたの娘さんですかとみんな言った。そう、みんなは言ったね。本当に奥さん、本当に子供ですか？僕も言われるよ、お父さんお母さんと全然色違うから。社長はニャマでずっと住んでいるからでしょ。いや、昔から黒いのよ。本当？そう。でも白いだよ。いや、まあミャンマー人からするとね、でも日本人からすると結構黒い方でさ、赤ちゃんの頃から黒いから、うん、もうすぐね、病院で分かったって。あ、あれだ、あの黒いのがうちの子だ。花はね、子供頃からお父さんの似てるんですけど、今は3歳違いました。白くなったね。でも私、子供頃からちょっと夜間臭で住んでいるから、ね、黒いね。そうだよ。今でも白くなったじゃない。そ
かもね。日本にいたらもっと白くなるかもね。だからみんな日本に行きたいのか。いいえ、そんなことじゃないよ。お金のために日本に行きたい。お金のためって言わないで。あの、大変な仕事だけど、いっぱいお金がもらえるような仕事をしましょうか。はい、そんな人じゃないか。星座っていうお店があってね。はい、いろんな日本人におもてなしのサービスをするんです。はい、そんな授業があるんですか？そうなんですよ。星座っていう飲み屋があってですね。何してる会社なんですか？そこではね、夜バーをやっていて。バーを、はい、日本語が話せる女の子たち。日本語下手な女の子ね。花は女の子かわいいんですか？女の子めちゃめちゃかわいいですよ。行きたいな、ママ。お話も上手だし。可愛くて日本語も話せるってすごい最高ですね。しかもちゃんとサービスが行き届いていて。そうなんですね。気も使える。いい、うん、いいお店ですね。これは YouTube 使うのかな。カリカッツリ使ってやろう。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではアンナとハナとアキとカズでした。グッドハナハナハナはいハナ、はい、あの、綺麗なママがいますよって言って。綺麗なママがいますよ。綺麗なママもいるんですか？はい、いるね。はい、じゃあ行ってくださいね。綺麗なママいるから。やめなさい、何回も言うの。、はい、ありがとう。はい、今ママ眼鏡かけてすっぴんで眉毛なくてちょんまげだけどいいかな。レディーゴーです、レディーゴー。